予想です。伊豆諸島は西風が非常に強く吹くでしょう。関東の沿岸部を中心に風が強まりそうです。波の高さは5メートルから6メートル、大しけのところがありそうです。向こう1週間の天気です。あさって水曜日から金曜日にかけて平野部は晴れますが、寒い状態が続きそうです。また関東北部の山沿いでは大雪となる恐れがあります。いいな、大雪。嬉しいな。こちらシドニー午後11時を回りました。夜に入って目立った動きはありません。膠着した状況が続いています。武装した男が人質を取って立てこもっている店、この道の奥200メートルほど先にあります。警察の規制線が張られまして、現場の様子をこちらからは伺うことはできません。夜になりましても報道陣が現場を遠巻きにする形で事態の推移を見守っています。事件発生当時、10人以上が店にいまして、これまでに5人が店の外に脱出し、警察で保護されました。店内にはまだ囚われたままの人たちがいる模様ですが、何人いるかは明らかになっていません。犯人はイスラム過激派組織、イスラム国の旗を持ってくるよう警察に要求しているとも伝えられています。警察は専門の交渉チームを出して犯人との接触を続けていますが、緊迫した状態が続いています。今のところ、人質の中に日本人がいるという情報はありませんが、シドニーの日本総領事館は、情報収集を急ぐとともに、現地に住む日本人に現場付近に近づかないよう呼びかけています。このニュース、後ほどまたお伝えします。さて、昨日の衆議院選挙、政権選択の選挙というよりも、安倍政権の信任投票という色合いの濃いものとなりました。自民公明両党は全議席の3分の2を上回る326議席を獲得しました。一夜明けて安倍総理大臣は今後も経済最優先で政権運営に当たる考えを示しました。バンザーイ。心から感謝を申し上げます。小選挙区での議席獲得に至らない。